ンギクは人間の多いところが苦手にございます。尽きぬ欲望で二本包み一体に陰の気が渦巻いているではございませんか。陰気変ずれば陽気ともなりましょう。近頃では化け物が出るとの噂もありますれば、長いは危のうございます。吉原に来てちょんのもはあるまい。入り浸っていた頃馴染みにしていた朝霧はどうしておるかの。かような悪所に旦那様が出入りするのは辛抱なりません。その女郎のこともお忘れにならねばお力添えできかねます。人並みに焼いておるのか金菊。いらぬ心配よ、今は遊んでおる場合ではない。桃姫の魂を取り返せねば。人気の太夫は眺めるばかりで恋仲になる望みは薄い。座敷で大盤振る舞いしたとて毎度袖にされるという流れ。一元さんでは相手にされず、できることも限られる。思いを遂げる手段が金か心中しかないというのは論外。無粋なやつじゃな。うぬなどお呼びでないということが分かるのようでは太夫もため息が出ようよ。しやな、どうかお聞きくださんせ。一つはとも和乳道とも呼ばれる妖怪が女郎の魂を夜な夜な車輪に乗せて連れていくのでありんす。わっちも間もなく連れて行かれる定めじゃわいな。哀れなものよ朝霧、車から出ることなく命運尽きたか。お互い変わり果てた姿になったものよな。加害遊興とは生臭が過ぎるのではないかなんかい。桃姫の魂はいずこ返答。待っておったぞ陣九郎。吉原で女が売られるのは常のこと。たとえ霊魂であろうとやはりここでは売れるのだ。嘘だと思うか。顔のいかついくつは親父に聞いてみるがいい。節操を切るのはそれからにした方が利口であろうよ。振り向いてはなりません旦那様。この凄まじい陽気、真後ろにいるのは噂の化け物に間違いありません。噂では姿を見た者は八つ咲きにされるそうでございます。逆を申せば見さえしなければ大丈夫。振り向かねば。難儀なことを言うやつよ。尻を向けたままでは物を尋ねることもできまい。どれ、一つ顔を拝んでやろう。これは確かにいかつい顔じゃな。靴は親父、いや、和乳道。桃姫の魂を返せ。嫌でも腕ずくでもろうてゆくぞ。
この怪異相手も切り下すか、おぼろ流。肉肉しい恨めしい。いつな陣九郎め、今に見ておれ。剣の申し子、尾張の獅子ともてはやされた武悪小五郎太という剣士など覚えてはおるまい。辻試合で二度と獲物を持てる身とされたこちらは忘れぬ。逃げるように出家してからも毎夜恨みは募るばかりぞ。今やわしは僧正の地位にある。真言蓮華宗の僧らに命じ、必ずや追い詰めて奈落に落としてくれようぞ。父との話はついたぞ、悪僧め。後でキレと抜かしておったの。いかにもそうしよう。陣九郎、邪教の技に頼り女の姿となって生きるほどに死は怖いか。それが悪あがきであることを教えてやろう。今に超仏僧が押し寄せてくる。それだけでない、野牛の若殿、雪の城殿の命で忍びの追っ手がかかっておる。やはり執拗に襲ってくるのは野牛の忍者であったか。おぼろ流は影の流れを組む剣、忍者相手に遅れは取らぬ。それより雪の城と聞いてはこうしては俺無双と謳われる野牛新影流が相手と知って臆したか。心配せずとも逃げ場はないぞ。なんと礼をしてよいものやら。囚われた女郎の霊は皆晴れた自由の身。わっちも成仏できるでありやす。己のためにしたまでのこと。いつまでも鬱陶しい姿を晒すようなら妖刀の餌食にいたすぞ。体は奪われ、さりとてあの世へ行くこともかなわぬ。いつまでこんなありさまなのじゃ。桃姫か。そう嘆くでない。お主も困っておろうが、わしもこのままでは我慢がならん。わしが出て行こう。この体をお主に返すと言うておるのよ。それにはおとなしく同行してもらわねばならんが、どうじゃ。断るなら面倒じゃが、お主の魂を封じておかねばならぬ。その時は元の体にも戻れんと覚悟せい。ついてくるか。よしよし、聞き分けのいい子だ。今月狐に蘭海の跡をつけさせよう。おそらくは雪の城に行きつけよう。あやつに会うてわしの太刀の行方を聞き出さねばならん。相模藩言黒光の太刀でなければ玉打ちの技はできぬのだ。術の破れたこの身を捨てて新たに屈強な男子の体を得るためには、あれがどうしてもいるのだ。
戸へ行く途中だけども、よかったらし。妹狐が柳生雪之丞とおぼしき人物を突き止めましてございます。どこか憂いを帯びた眼差しとため息の出るような端正な顔立ち、雪之丞にこれ相違ありませぬ。どちらの味方だ金菊。もうよい、居どころだけ喋れ。駿河は府中宿の本陣に逗留しておりまする。Thank you.
一戦参りの生き返り、加護を貸し切るた。お大臣は違うね。すまねえな、もう戦略があるんだ。また今度声かけてくんな。Yeah!
Yeah!